9月14日、U18 高窓の宮杯プレミアリーグイーストの第14節が各地で行われ、昌平高グラウンドではインターハイ王者の将平が勝士と対戦。1点をリードされる展開となったが、終盤に逆転して2連勝を飾った。フォトギャラリー、昌平 vs 勝士前節の前橋育英は前半に2失点を喫しながら、 後半の3ゴールで鮮やかな逆転勝利を収めた昌平。しかし、U-17 代表の活動で GK 佐々木智太郎、3年、MF 流力、2年、を書いた今節も立ち上がりから思うような試合運びができない。9時半キックオフの時点で30度。暑さの影響で序盤から攻撃のテンポが上がらず、ゴールに向かうプレーも数えるほどしか繰り出せない。 MF 大谷港と3年、や MF 本田健進3年を軸にボールを動かしながらチャンスを狙うが、決定的な場面を作るまでには至らない。流れを変えるべくミドルシュートを放つが、枠を捉えきれずに時間だけが経過していく。すると、少子に一瞬の隙を突かれてしまう。39分、高橋の10番、MF 高橋響き。 3年にロングキックを蹴られると、フォワード矢崎レース、3年が最終ラインの背後に走り込む。ゴールキーパーの白根翼、3年が先に触るべく前に出たが、一歩間に合わずに矢崎にゴールを許した。うちらしい失点でしたね、玉田刑事監督。指揮官も苦笑いを浮かべたが、これで終わらないのが今年の昌平だ。 前半終了間際の45分、右 SB 中松陽太、3年、の左 CK から最後は CB 坂本広大、3年、が押し込んで試合を振り出しに戻す。流れを強引に引き寄せた昌平は後半に入ると、徐々に本来の姿を取り戻し、テンポの良いパス回しとサイドアタックを主体に相手ゴールを目指す。 69分には右サイドを崩し、グラウンダーのクロスに大谷が反応。シュートは枠を捉えられなかったが、ゴールの可能性を感じさせる攻撃だった。そして、迎えた最終盤、82分にスコアが動く。フォワード停止鈴がゴール前に絶妙なスルーパスを通すと、左サイドを駆け上がってきた大谷が左足でネットを揺らして逆転に成功する。 このリードを最後まで守り切った翔平が2試合連続で逆転勝利を収め、順位も暫定で3位に浮上。主力2人を書く中で掴んだ勝利も含め、優勝争いを踏み止まる意味で大きな勝ち点3となった。